因为需要钱吧。那么首先要改善昨天出现的问题。あれ、今日のメニューはこれだけ？没错，只有两个，而且都是只卖套餐。シューマイセットと肉まんセット。値段はどちらも500円なんだね。这样计算更方便。那么大家今天也加油吧。嗨，頑張りましょう。あ、うん、ポリポリポリ。どうぞ、こちらのテーブルでお願いします。あ、はい、ご注文を受けたまわります。ところでヤムチャ食べれるんだ。本場の点心となります。すごい、私ちゃんとしたの食べたことない。はい、シューマイセットですね。オーダー A14 番です。好嘞。六包套餐好了，三号桌。はいはい、三番だね。カナ、快结账，别让人等着。あ、うん、わかった。嗯，说起来你也在。小心哦，不要靠近蒸笼。
本当だ、人懐っこいな。ところでお嬢ちゃん。はい、何ですか？この店は最近できたみたいだね。うん、昨日からだよ。そう、まだ小さいのにお手伝い偉いね。ありがとうございます。うん、頑張ってね。すみません、お部屋もらえますか？あ、はいはい、ただいまただいま。这也是全换成套餐的成果。卡纳，要不然休息一下。伊红灯。是啊，看你累得不轻，休息一会儿吧。啊，休憩って意味なら大丈夫だよ。ねえ、肉まんセットまだ？あ、はいはい、ただいま。果然只有两个人忙不过来啊。这才十二点半呢。不如只限定午餐时间营业。就这么定了。
就这些吧。うん、今日もいっぱいシューマイ作ったね。ポリポリポリ。あ、またお姉ちゃんひまわりの種食べてる。え？あ、無意識だった。それじゃあ、ジン、明日からも10時から1時までが営業時間なんだね。うん、但是之后要为夏天做准备，要忙到4点。あ、今日の買い出しどうしよう。采购？哦，今天我一个人去就行。啊，私もついていきたい。ダメよ、先にお風呂入るんだから。それに、今日はお勉強しないとね。はーい、わかりました。ジン、アイス買ってきて、アイス。オッケーオッケー。やったー、アイス楽しみ。あ、ごめんなさい、荷物も多いのに。今天的销售额是23000日元啊。好歹我也算半个专业的嘛。哟，小冉，干得挺来劲儿的嘛。嗯？哦，你是？开店的情况我听说了，生意不错嘛。还好吧，主要是地理位置好。哎，是广式茶点选得好，你小子真有眼光。怎么，难不成是在夸我？对，以前我也开过馆子。那不是饭馆，是风俗店吧？就是普通的馆子，跟陪酒什么的没关系。再说了，我最开始干的生意就是餐饮。
那你还需要桌子用具什么的吗？嗯，你能帮忙准备？当然不是免费的，该多少钱是多少钱。那倒无所谓。嗯，还是算了，我们人手不够。那雇人来打工不就得了？啊？嗨，光雇个厨师也行啊。不不不，这显然不太好吧。我自己还在打工呢，再雇打工的人这……我没意见。哎，你现在跟他们开着店，不是因为喜欢才干的吧？你这是话里有话呀。我听说了，你以后想做工商管理相关的工作。算是吧。想去上大学也是因为这个吧？嗯，总之要是有什么需要尽管跟我说。刚才他的提议倒是也可以考虑啊。